本日は医療経済についてね、ざっくり話していきたいと思います。ですね、日本っていうのはその医療提供体制の特徴としてですね、国民がみんな保険に入れると。そしてですね、フリーアクセスで、自由に医療機関を選択できます。で、開業も実は自由でですね、各地域の医療機関の役割などですね、各医療機関が独自に分析して、自主的に供給のバランスをとっていると。そして日本における医療機関のほとんどが民間ですね、経営なんで、民間中心の、医療、提供体制であることも、まあ、特徴の一つであると言えます。で、保険制度と、あと公費ですねの、保険料によって、まあ、保険料ですねプラス公費によって財源が伴われていると。で、これ例えばアメリカなんかではですね、企業や個人が基本的に財源を確保してですね、自由競争なんですが、すごいですね、メリットとしてはですね、先進の医療を行えるんで、アメリカはですね、かなり新しいこと、新しいね、ペースメーカーとかでもすごい、最先端のものを持っているところが多いですね。ただ、無保険者ですね、貧富の格差が、激しいので、アメリカは、医療費の高騰がすごいのとですね、1回手術にびっくりするぐらいの金額がかかるのと、あとですね、 無保険者が 15% いるっていうところで、保険を持ってない人はですね、特にあの1回の手術でお金が大変かかると。で、これと対してですね、イギリスなんかは税金で、国営システムで病院が賄われているので、それぞれ登録した医療機関しか行けなかったりですね、経営は国営なんで、医療費と財政状況がすごい連動していますね。なので、財政状況が、国の、ね、財政状況が悪いと、まあ、ちょっと医療費がかさんだりね、あとはですね、登録したところしか、行けないので、結構ですね、待たされたりね、時間がかかるといったシステムになってますね。で、日本は、就労状況や年齢によってですね、保険制度は異なるんですが、医療保険への加入は義務であったりするところとかですね、あと医療費を患者本人、保険加入者、国で分担して負担するといったちょっと変わったね、日本の特徴でもあると思います。で、負担を分担することで、医療の内容とコストを定義することなんかで、高度な医療を比較的少ない負担で、受けることができるのが日本のその医療保険の特徴ですかね。で、日本ではですね、サラリーマンなんかをね、雇用対象とした被保険者保険制度ですねと、自営業者を対象とした国民保険制度と大きく2つに分類されるみたいですね。で、高齢者に対してはですね、後期、高齢者医療制度が適用になるんですが、個人負担に関してはこのような形になりますね。6歳までが2割で、大半の6歳から70歳の人は3割ですね。で、とても、収入が高い現役並みの、お金をもらっている高齢者の方は70歳以上でも3割を払わなければいけないと、自己負担で、70歳から75歳に関しては2割で、75歳から1割程度の、負担で済むような形になってますね。で、自治体によってですね、まあ、学童とか、未就学児や、学童や生徒の、窓口負担を免除させることがあるんですが、これはですね、医療保険制度によるものじゃなくてですね、各自治体が行っている少子化対策や定住化促進の、政策の一環であるといったところが特徴みたいですね。でですね、この医療費というのは、日本のですね、年々増加していてですね、平成25年にはですね、なんと40兆超え、医療費がですね、すごいですね、かさんでおりますし、今後もですね、高齢化社会においてですね、この医療費っていうのは年々増加していく深刻な現状があると思われますね。で、診療報酬制度、これはですね、日本の医療機関においてですね、非常に特徴的な制度です。診療報酬制度は、保険医療のサービスの対価として受け取る報酬を定めたものですね。国の定めた公正価格で、診療報酬が決まっていてですね、全国の、保険医療機関や、保険薬局でも一律の報酬が規定されているので、
どこを利用してもですね、同じ行為には同じ報酬が適用されると。でこれは、厚生労働大臣がですね注意義務のと話して改定されているみたいですね。でこれがですね医療診療報酬点数表や、歯科診療報酬点数表、あと調剤報酬点数表は、表や、診断群、分類点数表なんかがですね、点数表として、定義されていてですね、これが、今ですね出来高払いと包括払いのね2種類に分けられております。で包括ですね、包括に関してはですね、この手術をしたらこれだけのお金を払いますよと、あとは食事料とかは 別途かかりますけど、このね、手術そして、療養、病棟の、入院基本料ってのが決まってると。これ慢性期における入院基本料、この、基本料、療養病棟における入院基本料、これが看護必要度とかで変わってくるんですが、まあ看護必要度っていうのは看護が必要なぐらい、呼吸器ついてたりモニターついてたり大変な患者の場合ここが多くなりますよと。これ DPC と言うんですが、これ例えばねオペする病棟においては急性期病棟ですね、これは特定入院料がちょっと少なくなって、その分ですね手術によるプラスアルファ、手術このオペをしたら何十万30万、病院に払えますよとプラスされるわけです。であとはまあね食事とかね、放射線治療とか、指導管理料とか食事とかね、そういったのがプラスアルファするされると。でこの手術とかして、入院し 早めに帰れば3期に分かれているので、早めに帰れば、早めに退院すれば、お金は、高くなるし、中くらいだったら、ちょっと安くなるし、長期になると、これ点数が下がると。ただこれ病院のね、空き病あの空いた何だろう空床率によってもね、この点数が結構変わってくるみたいなんで、まあ僕はそこ専門じゃないんで分かんないんですが、空床率が目立つとそれはそれでですね点数も下がるみたいなんですが、なるべくこの DPC になるとですね、早めに手術して早めに、患者さんですね退院できるような、安全な状況に持っていく、早めにリハビリして、そういったことがですね求められてきますね。要は腕がいいところが、よりですね儲かるみたいな感じでしょうね。でこれ出来高のところはですね検査とかなんとかすればするほど、初診料や検査や画像診断処方すればするほどプラスアルファになっていくんで、検査とかたくさんすればするほど儲かると。ただ今全体的に DPC に移ってきて、これは国がねそれを推進しているのと、 DPC によってデータを集めてですねこの病院はどんな病院かなって見るようになっているからですね。で昔はよくですねこの、出来高払いで入院すると、入院して検査したら検査しただけいっぱいお金もらえて、薬処方したらするだけもらえてですね、オペするだけしたらするだけもらえてっていう長くいてもらった方がいいシステムだったんですが、まあさっき言ったようにね、あの医療費っていうのがすごい高くなって問題となっているので、なるべく効率よく、そして、老人の方々が増えますので多くの人を治療できるようにですね、多分この DPC に今移行し始めているのかなと思いますね。でこの診療報酬、このねお金のどれだけ出るかっていうシステムに関しては、注意義務っていうところが、厚生労働省が再制定しているところとですね、審議してですね、調整を行うと、国の、状況でですね、そういった、基本になっているみたいですね。これは社会情勢に応じて基本方針が示されると、診療報酬の改定によって。で、診療報酬改定は大体2年に1回ぐらい行われますね。なので、これによってですね、診療報酬によってですね、病院の、医療機関にとって収益に莫大な影響を与えますので、
2年前はこうだったから、これ1億円ぐらいの機械買いました。でも2年後にこれ、診療報酬によってね、全然お金が入らなくなって、この治療はやればやるほど赤字になりましたということはありえますので、そういうところも考えてですね、やることも必要ですし、あとは特定保険、医療材料、これに関しては、前も別の動画で言ってるんですけど、この材料を買えば国からもらえるお金は決まってるんですが、納入価は別にあるんで、そういったところも、ね、視野に入れて、やっていく必要がありますね。で、診療所報酬の役割としては、医療機関の収入源だったり、医療費の配分だったり、医療サービスの、提供促進ですね、在り方についての促進を、されるので、まあ、医療経営学もね、ある程度機械の管理していれば、覚えなきゃいけないので、まあ、今日はざっくりとした説明なんですが、時間ある時にもっと説明していければと思います。今日はここまで。